こんにちはまあジャッキー・チェンの映画と自分の書いているブログのテーマ蓄音症とかね言語障害っていうものがどう結びつくかっていうのは今なら分かると思いますけどもさっきまではこのテーマを自分で扱えるかなと思ったじゃないですかでもこういうふうにやっていくんですよ改めて申し上げますけどもジャッキー・チェンの映画をね紹介したい時に「まあ、カンニング・モンキー」でもいいんですけども実はあの「シルベスター・スタロン知ってますか?」って感じなんですよ。シルベスター・スタロンは言語障害でセリフが全然言えなかったんですよね。 でも、ずっと温めていたロッキーというストーリーは成功しました。でも、30歳の半ばぐらいまで俳優としてはね、全然オーディション受けなかったらしいんですよ。あ受けられなかったっていうか落ちたらしいんですよ。それは喋りがダメだから、君俳優には向かないよっていう評価だったらしいんですよね。でも自分で書き上げたロッキーという映画に自分で出演することにして、それがヒットしました。そしたらね、 ロッキーのあのたとたとしい喋り方は世界中で真似されて逆に「エドリオン」みたいなね喋り方が受けてるわけですよほら日本でもこの前お亡くなりになった田中邦衛さんっていう俳優さんがいらっしゃいますけどもあの方もね同じように喋りとか顔がね俳優向けじゃないって言うんでずーっとオーディション落ちてたらしいんですよねでも今では北の国からの真似でねこうやって口を曲げておじゅんお父さんはお前情けないからこれやろう」みたいな感じでね 子供がまだラーメン食ってんじゃないですかみたいなね。すごいなんかこう真面目にやってる演技でも特徴的な人って真似されてヒットするんですよね。あとはロッキーとかランボーってアクションとかまあサスペンスも入ってるかな。まあとにかく、うん、なんかこうカンフーもそうですけども大きく分けるとアクションですよね。だから言葉が分かんなくても最悪ね通訳とかなくても翻訳がなくてもあれねかなり面白いんですよ。カンフー映画が好きなのは セリリフ抜きに、にものすすごくくね、ね、ね。アクションでで、ね、ストーリーをを私たちに感動を伝えてくれることなんですよ、ね、だからつまり喋りが苦手な人とかちょっと蓄音症とかね言語障害がある人でも俳優はできるトップスターになれるっていうふうなそんなブログの書き方ができるんじゃないですかってことを私は今回ねお伝えしたいなと思いました以上ですありがとうございます